こんにちは、しばとです。今日はですね、 iPad 用のオーディオインターフェースを買い替えたのでご紹介させていただきたいと思います。まあ、弾いてみた動画を始めてからですね、ずっと僕はこのアイリグ、これをですね、いくらだったっけな、まあ、3000円、4000円ぐらいだったと思うんですけれども、ずっとこれでやってきました。まあ、いよいよ壊れたんで買い替えなきゃなっていうところで、まあいろいろと吟味してたんですけれども、今回買ったのがですね、こちら。Line 6のソニックポートですね。まあ、Mac でも使えるようなやつ買おうかなと思ったんですけれども、やっぱりですね、手軽にもう電源供給なしでバシッとここに挿して、さっと弾けるようなものの方が、まあ自分には向いてるかなっていうところで、今回こちらにいたしました。まあ、アイリグと操作方法は変わんないんですけれども、まあ、1点違うところとしてはですね、モバイルポットというですね、アプリを使用できるというところで、まあ、iPad のポット版みたいな感じなんでしょうね。まあ、それをインストールすることができるみたいなので、早速ですね、やってみたいと思います。ではでは、挿してみましょうかね。まあ、付属品がこれとこれ。コードですね。コードはですね、ライトニングになってます。ここに挿すやつですね。アイリグの時はですね、ヘッドホンだったんですよね。ヘッドホン端子、これを挿してたんですけれども、ソニックポートはライトニングというところで、若干音がそれだけでも良さそうな感じはしますよね。こちらに装着して、でこれを挿すと、もうすぐね、読み込んでくれる。アプリがインストールされてません。入手します。どうかな、どうかな。モバイルポット入手と。インストール中でございます。お、開きます。ほうほうほう。まあこんな感じで、んー、これアンプを変えれんのかな。おお、見てください、結構入ってますよね。結構な種類入ってますよ、ほら。おお、十分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 な感じですね。エフェクターもEQ、コーラス2つ、コンプレッサー、フランジャーも2種、オーバードライブ。オーバードライブは1種なんだね。ほう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 。まあこれをですね、まあ僕いつもガレージバンドで撮ってるんで、ガレージバンドでね、どうやってつなぐのかな。背景系ね、クランチ、もう JC、 もう JC120 で書いちゃった。ジャズクリーン JC120、 ファズボックス、ファズはこっちアンプ側に入ってますね。あ、まあ歪みはオーバードライブだけだっていうのはあれですね、こっちで結構アンプで選べるからっていう感じなんですかね。これをどうやってガレージバンドで鳴らすかですね。ちょっとガレージバンドを開いてみましょうか。どう連動させんだろうな。ちょっとわかんないんで調べます。はい、つなぎ方わかりました。まずですね、トラック作るじゃないですか。で、こちらですね、入力設定で、こちら押して、エフェクト、ここの中にね潜り込んでました。で、モバイルポットをオンにして戻すと
いう感じですね。で、ここを押すとこのページへ行きます。これでアンプを選べたりエフェクトを選べたりするんですけれども、今ですねアンプに接続しました。ギターからこっちに挿して、でここのアウトからアンプに行ってます。なのでアンプ直だとみたいな感じの音が、ここでオンにするとこう音がちっちゃいね。もうちょっとこっちで上げるか。こっちで上がるのかな。あ、上がりますね。マイクロキューブで音鳴らしてみたいと思います。すごい超ロングになりますね。アンプはここで選べますね。まあ、かなり豊富な感じです。これとまたレクチュー、キャビも選べるのか。キャビもこれは組み合わせも豊富ですね。素晴らしい。へえ。でエフェクトもここで選べると。歪み系はもうなくてもそのまま歪みそうな感じですね。いいと思います。クリーン。いいじゃないですか。キャビネットもね、これがまあベーシックな感じ。でエフェクトはいくつまでつなげれるのでしょうか。ちょっと試してみましょうかね。お、まだいく、まだいく、まだいく、お、まだいく。おー、というかこれ消すのはどうするんだろう。こうするのかな。あ、こういう消し方ですね。長押しで消していくと。あ、結局何個つなげれたか、まあ見てみますかね。ここか。1,2,3,4,5,6,7,8。エフェクト8台までつなげれますね。で、アンプとキャビネットを変えれるというところで、
まあ、いろんなパターンの音作りができるんじゃないかなというところですね。まあ、LINE 録音はまた別途やってみたいと思います。といった感じでした。いかがでしたでしょうか。まあ、簡易なレビューになったんですけれども、割と操作性は簡単ですね。でガレージバンドとの連動もできるし、まあ、LINE 録音ではかなり使えるんじゃないかなと思っております。こちらのソニックポート、これからもっと試していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。